皆さんこんにちは。アニメ夏目友人帳で夏目隆の声をやらせていただいております神谷博史です。皆さんこんにちは。アニメ夏目友人帳でにゃんこ先生また役の井上和彦です。はい、アニメ夏目友人帳は今年アニメ化15周年を迎えました。はい、これもファンの皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてなんと、はい、僕たちから重大発表がありますよ。せーの、アニメ夏目友人帳第7期の制作が決定。パチパチパチ、めでたいな。はい、いやいやいや、僕たちにとってもですね、待望のテレビ新シリーズ楽しみでございますね。はい、はい、僕たちも本当に楽しみです。どうぞ放送をお楽しみに。ではまたね。楽しみにな。